はい、春 YouTube 皆さんどうお過ごしでしょうか。今回謎企画2023年の1月25日中に動画を10本上げますっていう謎企画チャレンジ中なんですけど、先ほど考えた結果ちょっと10本じゃぬるいなって思って、今年2023年なんで今日中に動画を23本上げようっていう風な、誰得企画をね、やろうかなって思ったんで、10本から23本に変更をします。はい、本当に誰得企画って感じなんですけど、ただやりたいからやるだけなんですけど、なんですかね、挑戦欲求がねめちゃくちゃあるんですよね。そんぐらい自分に余裕が生まれてきてるっていうにもいうふうにも思われます。はい、ほんで誰得企画、謎企画って言ってるんですけど、本当に謎で、なんでそんなんするのって言われたら、ただただやりたいからやってるんですよね。本当に昨日その雪道の中、子供が寒いって泣き叫んでたんですけど、子供のようにただやりたいからやる、それ生産性あんのとか、それお金になんのとか、それいや意味あるのって言われた時に、意味ないことこそ人間が本来やりたいことだったりすると思うんですよね。お金稼ぎ確かに大事だと思いますけど、楽しい稼ぎ方してますかとかね。僕結構もう仕事を選んでるんですよね。なんで掃除の仕事してるかっつったら、思考できるからっていうか、掃除しながら自分の世界の中にどっぷり使って脳みそでいろんなことを考えてるんですよね。だからなんで掃除するのって聞かれた時に、まあ、人間的には、まあ、部屋の乱れは心の乱れ、その空間が綺麗になっていって、あたかも自分の心も、綺麗になっていくように、脳みその中も綺麗になっていくようになる、その過程が掃除の仕事だし、だから僕はそうやってるんですっていうのも一つ本当に思ってることですけど、そんなことを考えたりしながらずっと思考し続けれるのが僕は掃除の仕事やなって思ったんで、一人でずっと黙々とこう掃除しながら、ああでもないこうでもないとかね、例えばこの YouTube チャンネルの動画の企画とか練ったりしてるのが楽しいんですよね。だから人によってその動機はね千差万別ありますけど、僕にとってはそういう動機で掃除をしてると。でちょっと話が脱線していきつつあるんですけど、やりたいからやる、そこに、幸せがたくさん詰まってるし、ワクワクとかドキドキとかちょっとのね恐怖とかもあるんですけど、それってね子供の時の童心の心、童心の時の気持ちってやっぱり怖かったし、なんでその2階から飛び降りたりしてたんだろうって思うと、やっぱり痛み知らなかったし、挑戦したかったし、やってみたかったんですよね。で骨折ったこともあったかもしれないですし、ちゃんと無事成功してたってこともあったから楽しいんですよね。もう本当にジャッキーお前アホやろって言われた時に、おそらくあなたが思ってる以上に僕ってアホなんですよ。そして意図的にアホになっていこうとしてるんですよね。でなんでかっつったら、やっぱり楽しみたいから。真面目じめじめじゃないんですけど、真面目ってもうしんどいんですよね。途中まで真面目に生きようと思ったんですけど、あ無理やなって思ったし、楽しくないなって思ったんですよね。真面目にバカをするってね、そんな感覚ですかね。どんどんバカになっていってリミッター解除していく。まあ解除した結果ね、その警察に捕まるとかなんかいろんなことあるんですけど、そんなもんじゃ足りないぞという感じでどんどん手放していく、解除していく、こうゼロになっていくっていうかね、ゼロベースになっていくっていうのをやってます。はい、まあちょっとざっくりとしたメッセージなんですけど、テーマとしては23回今日中に動画を上げます。23回やったらなかなかね頑張んないとできないと思うんで、あれやこれや、やっていくのがでも楽しいからやっていくというような、そういうメッセージ動画でした。ということでね、どんどん撮っていきます。ありがとうございました。